花龍馬さん、お疲れ様です。筋トレ考えてみるんですね。まあ本気でやりたいと思うんだったらすぐにやるといいと思いますよ。明日やってみるとかね、この人に聞いてみるとかもうまあいいんですけども、とりあえず私に動画を送る前に LINE1 本送るとかね、メール1本送るとかできると思いますので、アプローチした後でまあ今はもうすでに連絡したんですみたいなこともできるのかなと思います。まあ本気でやりたいっていうことはそういうことなのかなと私は思うんですけどね。まあこれね、必ずしもね、花龍馬さんだけに言ってるわけじゃなくて、私自身に対してもそうなんですよ。例えばね、この前のことなんですけども、まあ、いろんなね本を紹介してくださった方がいたんですよ。久保さん、こういう本を読んだ方がいいですよみたいな感じでね。で、まあ4冊ぐらい本の紹介があったんですね。で、タイトルとこれが良かったってことしか書いてなくて、どう良かったのか書いてなかったんですよ。まあですんで、その本4冊もう早速ね、メルカリで検索して、中古本でちょっと安かったんですぐに発注したんですね。で、発注した後で、返信メール打ちました。まあ動画付きでですね、本の紹介ありがとうございますと、本の紹介でこれ良かったあれ良かった書いてるんですけども、何についてどう良かったのかってことが分かると私も選びやすかったんですけども、どう良かったんですかっていうふうにその動画で聞いたんですよ。そうするとですね、一冊ずつまあちょっと丁寧に説明してくださったんですよね。で、どれか興味があるの一冊だけでも注文してみたらどうですかっていうふうにお問い合わせいただいたんですけども、いや、すでにもう注文しました。そしてその本のレビューももう一通りね、今いただいたのと他にブロガーさんのやつを読んでましたと。で、結構いい紹介されてますけども、私が読んだらね、また私なりにレビューを書かせてもらいますって形だったんですよ。で、これが何を意味するかっていうと、とりあえずおすすめいただいたら従順にね、全部まず発注してみるってことなんですよ。それこそ莫大な金額にはなりませんから、まあ数千円ぐらいですからね。やっぱ4冊買っても2000円前後だったと思いますんでね。で、もうすでにおすすめいただいた本を、その本どんなものなのって聞く前に発注しているわけなんですよ。ね、発注した後でもう発注したんですけどもみたいな感じでやると、どういう印象を相手の方に植え付けるかっていうと、あ、このスピードでやらないといけないんだっていうふうに気づいていただけるんですよ。まあでもね、いろいろやり取りした後で、まあちょっと読んでみますみたいな感じだったら、相手の方がね、紹介したけども読んでくれるかどうかわからないなっていうところで終わっていくんですよ。で、私に対する印象全く違うと思いますし、で、結局ね、その小さな一歩をいかに早く歩み出すかなんですよね。で、私は基本的におすすめいただいたものはやってみる方なんですよ。興味があってもなくてもです。関心がなくても、知らなかったことでも。じゃないと見えませんからね。まあ筋トレにしてみても、今度ね、花山さん筋トレを考えるかもしれませんけども、まあでも無理されないでくださいね。興味があればやればいい話なんで、いつか興味は出てくると思いますから。で、返信の動画を送る前に私だったらね、まあ、腕立てするの1回でもやりますね。1回ってできるじゃないですか。やらないよりは随分前に進むと思うんですよ。で、そういったことの積み重ねが、わずかな1回、わずかな変化、わずかな即行動が積み重なって大きなムーブメントになると思います。それがね、小さなことの積み上げで大きなものを作るってことだと思うんですよ。で、ついついね、今まで何回も何回もやったことだったら抵抗なくできるんですけども、自分がやらなかったこと、嫌いだったことっていうのは結局後回しにしちゃうんですよ。けど本当だったら嫌いなことから片付けていくっていうことで、嫌いなものをものともしないような精神ができていくんじゃないかなと思うんですよね。例えばお弁当、いろんなおかずがあります。嫌いなものを残す、最後に食べるって決めると、食べてる間中ずっと嫌いなものが目の前にあるんですよね。でも逆に好きなものを一番最後に残すとどういうことかっていうと、食べてる間中ずっと好きなものがそこにあるんですよ。これをどう考えるかかなと思います。私はね、好きなものはね、真っ先に食べる方なんですけどね、そうは言ってもね好きなものを食べて嫌いなものはないというね。あ、最後にたくあん残ってるな、楽しみだなとか思ったりね。あ、最後にゼリー残ってるな、楽しみだなと思ったりね。好きなもの、嫌いなもの、まああるのかもしれませんけども、まあ私はそんな感じですかね。はい、それでですね、もう一つ例を申し上げますね。
時間がなくて動画が撮れませんでした、すいませんでしたっていう、まあそういった塾生さんがいらっしゃいます。すいません、久保さん、メール送らせてもらいますと。動画すいません、撮れてません、今日ちょっと時間がなくてメールで失礼します、ではまた明日、みたいな感じで。さっきも来たんですよ、これ。私は返信しました。30分ぐらいブワーッとね、動画送りました。この動画多分30分のやつは見ると思うんですよ。不思議ですよね。メールを打つ合間に動画30秒10秒撮れませんかっていうことを話したんですよ、その中で。で結局ね、慣れてないことはいつまでたってもやらない、やらないから慣れていかない、慣れていかないからどんどん苦手意識が強まっていくってことなんだと思うんですよ。だから嫌いなものから片付けると、あ、嫌いなものって簡単に片付くわっていう風になるんですよ。で嫌いなものにすぐ型をつけるとかね、一番答えにくいことを一番最初に答えていくとか、でどん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 自分の中から後回しにしていたものをなくしていくってこと、これが大きなトレーニングになっていくと思いますし、まあ、仮にもね、人の先頭に立つもの、塾生を抱えるもの、なんかやらないうちにやりますやりますっていう風なやるやる詐欺を見せていてはどうなのかなと思うんですよね。いや、この分野はいいんですっていう風な方便もあるかもしれませんけども、逆に自分が指導する立場になった時に忙しくてできませんでしたとかね、明日やりますとかっていう答えが返ってくる人に対して何を感じるかですよね。こいつはダメだと思うのか、あ、後回しにしても大丈夫なんだ、この人はこれで成功するんだって思うのか、どうなんでしょうか。いや、すぐやってないじゃんみたいなね。やっぱ厳しくしてあげることが愛情であって、その人の主張を通してあげることは、なんかどっちかっていうと気の毒なことをしてるんじゃないかなと。その人の目的達成が遠のくわけですからね。それじゃダメだよと。何のためにここまで来たのと。何、今までと同じじゃん、それじゃ苦手なことやらないんでしょと。できることやらないんでしょと。いや、動画忙しくて撮れない、何、出品が忙しくてできないのって、一個もできないのと。お前ね、飯を食わずにやった、風呂に入らずにやった、うんこをせずにやったかね、そういうことだと思うんですよ、だから優先順位をビジネスとか稼ぐお金に置くっていうのはそういうことだと思うんですよね。今までの暮らしを送りながらプラスアルファでビジネスじゃないんですよ。ビジネスをもう暮らしの中央に置いて他のことをどれぐらい排除してるかなんですよね。で、上級者になったらいろんなものを両立させていけばいいと思いますけども、でもまだ駆け出しだと思うんだったらね、苦手なことから片付けていくとか、いつもは自分の性格だったらいつもは後回しにしていたことを最初にやるとかね、それこそやる見込みがないな、後回しにしてるなこれと思ったら、それは今考えてませんで話を次に進めてもいいんじゃないかなと思うんですよ。おそらく周りの人を惑わすことにもなりますし、変に期待させるかもしれません、ね。まあ、ですんでね、やっぱりこう優先順位は決めていけばいいと思うんですよね。でも言われたから言った人に忖度して、その人に話を合わせて興味のないことを興味があるふりをするとかね、そういった手本を見せていくと、やっぱりこう自分のコミュニティってのはそうなってしまうんじゃないかなっていうふうに私は気をつけてるんですよね。ですんで今回私アカウントが制限されました。花龍馬さん、私のアカウントが制限されたことをね、本当告知していただいてありがとうございます。動画概要欄にも新しいチャンネルの方が書いていただいてね、私は非常にね、そこにはね、まあ、友情と信頼を感じます。で、それは感謝で一つなんですけども、私サブアカウントでやってるじゃないですか。で、非常に苦戦してますよ。今までのにはいきません。でもこのサブアカウントで始めて3日目に速稼塾入塾希望があって、そして対応したところ速稼塾に入ってるんですよ。この方はね、再生数1か2の動画を見て速稼塾に入ることを決めてるんですよ。これは何なんでしょうね、やっぱりね。で、全ての動画に私はすぐやるとかね、すぐ対応するってものが入ってるんじゃないかなと思うんですよ。そうしているつもりですしね、問い合わせがあった瞬間に返信を動画付きでして、丁寧にありがとうございますというふうな返信をいただいてね、やっぱりこう何を一番にするか、それは自分を信頼してくださる方に見せる姿なのかなと思いますし、再生数が1でも2でも誰かが見ているというふうに思うことによって、甘ったれた自分を排除してですね、最も厳しい状態に自分を常に置けるか、まるでね、滝に打たれる修行僧のようにぬるま湯に浸かるんじゃなくって、激しくて重い滝に自分から飛び込んでいけるかどうかってことなのかなと思うんですよね。もちろんね、
穏やかな暮らしを望んで今のような方向に向かったの、それは十分わかりますけども、ただ使わなければ衰えるんですよね。ですので私たちは人に支持されることがないだけに、人に支持されるような環境に自らを置かなければ自分の未熟な判断をね、信頼することになりかねないんじゃないかなと思うわけですよね。でもちろん一本立ちできるようになったらね、余裕ができるようになったら自分の考えでやるのはいいと思います。あとはね、自分がその立場にいるのか、成長を諦めたのか、このまんまで行き詰まることはないと思っているのか、それぞれの判断になると思いますね。で、私は今積極的にビジネスをやってる段階にはありませんけども、ただやっぱりね、一つサブチャンネルはメインチャンネルに負けないチャンネルにしようっていうエネルギーで自分に対して挑戦してるところですね。まあそういう意味でね、重ねていますけども、私のチャンネル本当紹介してくださってありがとうございます。それとは別に恩返しのつもりでね、まあ今回の私が私に向けているメッセージを花レモンさんはね、あ、俺のこと言われてるんじゃないかなっていうふうに今回も感じてくれてると思いますんで、まあその辺をね、また整理して返信動画の方を送っていただければと思います。でもね、やっぱり基本的に花山さんすごい人ですよ、うん、私はね、偉そうにいろいろ言いますけども、叶わないなと思うところが結構あります。だから叶わないところをそのままに放置せずに叶うような花山さんに劣ってる自分を恥じてね、そして立ち向かっていこうかと思います。密かにメラメラとライバル心を燃やしながらの放送でございました。次回も動画よろしくお願いします。